アソは日本海軍の保有した装甲巡洋艦。日本海軍の正式な類別は一等巡洋艦。元はロシア帝国のバイアーン旧装甲巡洋艦一番艦。バアーンであり、日露戦争における旅順行為船において沈没。旅順航を占領した日本海軍に露隔される。不要修理後、日本海軍の軍艦籍編入時にアソと改名した。艦名は阿蘇山による。 天皇に訪問した候補官名には、1908年に、舞鶴港にて撮影された、アソ、1899年3月、フランス、ラセーヌのフォルジエ・シャンティエドラ・メディテラネ造船会社で、寄港、1900年6月12日、浸水、浸航後、ロシア帝国海軍太平洋艦隊に編入される、1903年12月2日、2隻は、旅順港に到着した。 1904年7月27日、戦艦レトビザン、巡洋艦、パルラーダ、アスコリドと共に出撃し、タイガ湾へ進出して、日本軍陣地を砲撃。日本の巡洋艦日清及び、カスガとの砲戦後旅順に帰還したが、その際に、バヤーンは、食雷、損傷。そのため8月10日の公開海,海戦には参加していない。その後、旅順港内で、 日本陸軍機下の28センチメートル榴弾砲の局射砲撃で損傷、大破した。1905年1月1日、旅順要塞のロシア軍は降伏。一部資料によると、バヤーンはロシア海軍により爆破された。5月25日、日本海軍は本艦の不要作業に着手する旅順行為戦で沈没した戦利間隔間の中で、 最初に不要作業に着手した官邸だったという。6月24日、不要成功。8月22日、バヤーンは、戦利艦として、日本艦籍に編入される、軍艦阿蘇と改名。舞鶴沈留布石阿蘇は、戦艦チミエンに栄光され、駆逐艦霞と共に、内地へ向かうことになった。8月23日、三隻は、旅順を出発する。8月27日付で、で 一等巡洋艦に類別。8月28日、三隻は舞鶴に到着した。阿蘇は1908年まで改造修理を行う。大修理が必要だったため、横浜沖の外線艦艦式には散列できなかった。1909年から1911年まで練習艦隊で、小位候補生の遠洋航海に従事。阿蘇と宗谷は練習艦として活躍した。 第一次世界大戦中は、日本近海の紹介にあたる。同時期、日本海軍は、機雷不設艦に改造予定の何ニワがた、防護巡洋艦2隻を相次いで創出したため、旧式装甲巡洋艦の不設艦改造に順次、着手、津軽、続いて、阿蘇が改造される。1920年4月1日、艦艇類別等級の改正。3隻は、不設艦に類別変更。 主砲等が撤去される。1922年のシベリア出兵に際しては、宴海州海域に出動した。1931年4月1日、除籍、阿蘇は配艦第4号と、歌唱される。日本海軍は、不設艦2隻の大艦として、ロンドン軍縮条約により新型不設艦を建造することになり、阿蘇大艦として、沖の島が建造された。 1931年4月1日、旧式化した軍艦3隻は、それぞれ軍艦及び、不設艦より除籍、配艦第2号、配艦3号、配艦4号と仮称。本艦は20センチメートル方及び、潜水艦魚雷の標的艦として使用されることになり、準備を行う。1932年8月7日、横須賀に係留されていた配艦4号は、 病光型従順洋艦4番艦ハグロに栄光されて出港。8月8日、横須賀及び立山等には多数の艦艇が停泊していた。午前9時頃より各艦は立山を出動。一方、ハグロは配管4号を東京湾外北緯34度32分統計139度56分、北緯四点五三三度統計十九点九三三度、 34.53339.933付近まで栄光。午後1時以降、演習を開始、第4戦隊第1小隊が射撃を行う、砲撃と雷撃による損傷を受け、阿蘇は沈没した。後日、艦名は運流型航空母艦5番艦阿蘇に引き継がれたが、同艦は未完成のまま伊勢型戦艦2隻の大艦として、特攻兵器の標的艦となり、 クレ軍港で着艇した日本海軍史第9艦第10艦の召喚履歴及び官報に基づく階級は就任時のものありがとうございます。